ちゅーちゃん TV AV でーぶんぶんハローちゅーちゃん。今日はですね、ちゅーちゃんの質問コーナーやっていきたいと思います。ちゅーちゃんにも NG あるから答えられへんやつもあるけど、レッツゴー。ぶんぶん、何歳ですか？3歳です。好きなおやつは？ちゅーちゃん最近お気に入りのおやつあんねん。アキレスってやつで。これ噛んでたら歯が綺麗になった。でも歯詰まるから気ぃつけろよ。足の長さは何センチですか？ちょっと長めに言うとこかな。10センチです。ちょっと疲れたからおやつ食べるわ。ちゅーちゃんの可愛いの秘訣は何ですか？ちゅーちゃんの髪の毛の白の部分とても綺麗ですが、美容で気にかけてることは何ですか？小顔のコツを教えてください。あー、そっかそっか、ごめんごめん、ちゅーちゃんまだメイク動画撮ってなかったか。みんなに見せたろ。まずこれがちゅーちゃんのすっぴん。お恥ずかしいけども、あー、昨日寝不足やった。まず起きたらちゅーちゃんは目やにをむしり取られます。なんかいっぱいついてんねんよな。ほんで、しばらく目に取った後、こちら、ケイトのスーパーシャープライナー。これを使うと見せかけて、嘘でそれは。ほんまはこっち、メイベリンのマスカラをペロペロして、これをまつげに塗ると見せかけて、首をグリグリグリってやって血行促進します。これがちゅーちゃんの毎日のルーティーン。かわいいわ、作れる。散歩行くよって言ったら逃げるのなーぜ。大地もやるんだよ。似たようなやつおるな。これはな、ちゅーちゃんがほんまに答えるならおもろいからや。ちゅーちゃんどんな匂いなの？黒い。詳しく説明するのであれば、ちゅーちゃんの体は言葉に表現できない謎の粒臭。肉球は激臭。フグの首は謎の干し草の匂い。体は無臭。お腹はおしっこ臭。肉球激草。何かを壊したり、飼い主さんのバッグを漁るなど、いたずらしたくなる時はありますか？ちゅーちゃんはいたずらあんませんけど、まあ、強いて言うなら飼い主の髪の毛は抜くようにしてる。やっぱりプラッキングって大事やし。ちゅーちゃんをいつか抱きたい。この人ちゅーちゃんのこと好きなんやな。ちゅーちゃんに惚れたら、やけどするぜ。ちゅーちゃんはどんな人間がお好きですか？まあ、ちゅーちゃんが好きな人間は、可愛いって言ってなでなでしてくれたり、あと、可愛いって言ってキャーキャーしてくれる人やったり、あ、でも、いつも公園で話しかけてくるおじいちゃんは基本的に無視するようにしてる。あと、好きな犬は、ちっちゃいおとなしいチワワとか、シュナウザー。ちゅーちゃんは天使ですか？気づいちゃったん？公式にはまだ発表してなかったのに。天使です。ちゅーちゃん、最近プチプチ緩衝材職人はやられてますか？あれはちゅーちゃん業務委託でやっとるから、仕事もらったらいつでもやるよ。新しい弟子も取ったしな、こいつにも教えていかなあかんわ。ちゅーちゃん、カラオケに行ったら必ず歌う18番の曲ありますか？最近カラオケ行ってないけど歌ってみよう。ちゅー、かわいくてごめん。うじゅちゃんとの一番の思い出は何ですか？うじゅとの思い出か。ファンファンファン。雪山を全力で駆け抜けたあの思い出は忘れへんな。ちゅーちゃん途中で疲れてやめたけど。猫派はいつ目覚めたんですか？ちゅーちゃん若い頃東京住んでて、それこそブイブイ言わしとったんや。いわゆるシティボーイやらしてもらってて、その時には猫ちゃんなんておらんかった。最近猫ちゃんに出会って、なんだあの可愛い生き物は、ちゅーちゃんに匹敵する可愛さを持っていると思って、それから猫ちゃん追いかけてる。フグくんが思ってたより体が大きくなって立場が危うくなったらどうしますか？ちゅーちゃんの立場が危うくなる？ははは、そんなバカな。え？
立場が危うくなるとはつまり、この家からじゅうちゃんより可愛い犬が誕生するってこと？それってつまり、このチャンネルでのじゅうちゃんの可愛いキャラのポジションがフグに乗っ取られるってこと？可愛い取られたらじゅうちゃんに残るのは、マメタンクなどという不名誉なあだ名。そしたらこのチャンネルはどうなる？フグの日、マメタンクと暮らす日常に改名するのか。そんなの許せない。今年の夏は何して遊びたいですか？また関西帰って関西の友達たちと遊びたいな。琵琶湖も楽しかったし、あと実家のトップとも遊んだらなあかん。みんなたくさん質問ありがとうな。全部に答えられへんかったから選ばしてもらったけど、また質問コーナーやったらじゅうちゃんに質問して。あ、ちなみにごめんやけど、最後に足の長さだけ箱に一回測らせてもらっていい？8センチ？ほんまかいな。ちゃんと測ってや。ほなみんな、またねー。